ここからは天気の情報、そらいろ図鑑です。東さん、お願いします。はい、お願いします。今日は一日、しとしとした雨が降ってましたね、はい、そうですね。弱めの雨ではありましたが、雨が、ね、長く降っていた、ね、ところもありました、はい、今の雨の様子見ていきましょうか、はい。午後6時30分現在の雨の様子ですが、今は止んでいるところのが多いですね。そうですね、はい。まあ、若干このように雨雲がかかっていてもそれほど強くは降っていないと、そういった、様子となっています。明日もですね、強くは降らない見込みですが、雨が降ったり止んだり、そんな一日となりそうです。はい、天気図を見ていきます。明日午前9時の天気図です。梅雨前線がですね、かなりちょっと離れてきています、うん、このままですね、前線は一時的に北の方へ行くんですね、はい、ですので、この梅雨前線の南側には暑い夏の空気がね、ありまして、この暑い空気がぐーっと、高知県を覆っていく予想でして、この先はですね、雨ではなく気温に注意が必要となってきます、はい。では各地の天気をマークで見ていきましょう。はい、まだ傘のマークがついてはいますが、降水確率の方を見ると、はい、午前中が、70% 程度、午後は 30% 程度ということでですね、徐々に天気は回復に向かっていくんですね、うん、西部の方ではこのように晴れのマークも、ね、出てきていますので、はい、明日は日中が雨のメインと思っていてください。その雨の予想なんですけれども、はい、明日午前0時から見ていきます。降る時間もあれば降らない時間もある、そういった一日となりそうですね。そして強くも降りません、まあ、ちょっといつ降るのか、どれくらい降るのか、ちょっと見えにくいところではあるんですけれども、はい、いつ降ってもいいように雨具を持っておけばもう安心ですのでね、はい、日中は特に雨具を忘れずに持ってお出かけください。空模様にも注意が必要ですね、はい、そうですね、はい、こまめにチェックしてください、はい。1点注意してほしいのがですね、この発雷確率ですね。特に昼過ぎから夕方にかけて発雷確率が高くなります。発雷確率というと雷をイメージすると思うんですけれども、はい、ゲリラ雷雨の確率というふうに思っていてください。天気の急変で急な強い雨、その確率がやや高くなる、そういった予想となっています、はい。また雷雨だけではなくですね、激しい突風、竜巻などの突風にも十分注意が必要となっていきますので、本当に空模様をこまめに確認をしてください、はい。では気温を見ていきましょう。朝の最低気温ですが25度前後ということで、最低気温が25度を超えると熱帯夜と呼ばれます。それくらいですね、寝苦しい日がね、どんどんこれから先増えていきそうですね、はい。日中の最高気温ですが、こちらも30度を超えるところがありそうですね、うん。明日曇りや雨なんですけれども、それでも30度を超えるとかなり蒸し暑く感じられると思いますので、昼夜問わずにですね、熱中症に注意が必要です。その熱中症の危険性を示す暑さ指数なんですけれども、はい、高知市より西側ではオレンジ色の厳重警戒、四万十市中村ではですね、赤の危険というふうになっているんですね、はい。この中村は危険ということですが、はい、どれくらい危険なんですか。はい、危険というのはですね、原則運動は中止というふうな指標になっていますので、本当に特に運動される際はですね、水分をこまめにしっかりと、ね、意識的に取ってほしい、そういうふうな指標となっています、はい。でですね、明日だけではないんですね、うん、今週1週間は本当に暑いです。ずっと30度を超えていますし、34度を予想している明後日もあるんですね、うん。ということで、こちら高知市の30度以上の日数ですね、はい、6月は、3.3 日なんですけど、7月はどれくらいあると思いますか。7月ってだいぶ暑いですからね、はい、半分ぐらい、15日ぐらいですか。はい、実は21日くらいあるんですね。7割くらいあります。そして猛暑日となるのは1日しかありませんので、はい、明後日早くも出ると、そんな可能性も秘めているんですけれども、うん、この7月かなり暑くなりそうです。各地見ていきますと、しばらくは晴れる日が続きますが、34度33度ということでですね、かなり暑いです。そして来週以降はですね、また梅雨空が戻ってきそうですので、梅雨明けはまだ来なさそうですね。
ということで明日のポイント、明日は雨が降ったり止んだり、ただ気温が高いです。熱中症に十分注意をしてください。空色図鑑でした。